じゃあ、じゃあ、今回ですね、はい、豊さんが思う名監督とは、はい、今まで例えばこの監督はすごかったとかそういう話でも全然。確かに、はい、それは聞いてないっすよね。豊さんが思う名監督、名監督はやっぱ勝った監督だよね。ああ、それはやっぱり一番すごいのは V9 の川上さんでしょ。あ、確かに、ね、王さん長嶋さんっていう、ね、はい、両輪がいたという、まあ、ピッチャーも古内さんという、うん、で大エースがいたりとか、まあ、いろいろしたけども、はい、いい選手がいたから勝つもんではなく、うん、やっぱその組織をなんていうの、正常に機能させる、はい、統一させる、そういうことができるというね、うん、ことがやっぱり一番だろうね。次に来るのは誰なんだろうね、川上さんの次って、勝ち星って。まあでも、広岡さんとかも、弱いチームを強くしたりだとか、はい、あとはやっぱ原監督もそうだろうね、そうす、まあ、10年間ぐらいやって、7回ぐらい優勝してるんでしょ、うん、それはもう強烈に補強はするよ。はい、でも、するけども、機能するとは限らないわけです。いい選手がいくらいても。で、機能させなきゃいけないわけ。うん、だから、そういった意味では、原もそうかな、原監督も。星野さんも。まあ、星野さんもそうだよね。まあ、野村さんもそうだよね。そうですね、野村さんも確かに。野村さんは、本当に知恵をつけ、星野さんが行って、気持ちで引っ張るという。うん、なんか、阪神もそうだったよね。楽天もそうだった。野村さんが行って、育って、はい、星野さんが付き合いで優勝するみたいな、はい、気持ちで引っ張るみたいな、カリスマで引っ張るみたいな。でも楽天もそういう感じでしょうね。楽天も同じです。だから一番名監督であり、はい、一番損してるのは野村監督かも。いやいや、来年勝負でしょみたいなところで変えられてる、はいはい、でも俺、野村さんが一番柔軟性があって、はい、やっぱすごいなと思うのは、はい、まあ、これはやっちゃいけないことが禁じ手なのかもわからないけども、例えばコーチって言っても、あの抜群のコーチがいるわけじゃないじゃない、うん、まあ、例えばさ、ピッチングコーチで言えば、まっすぐだけ教えるのはうまいけど、変化球の投げ方を教えるのはちょっと下手だとかさ、そのコーチの中でもあるじゃない。で、ある時エナスさんが楽天に来た時に、エナスさんに野村さんが塩見っていうピッチャーだったかな、うん、はい、ちょっとシュート教えてやってくれと、で、平気で解説者を使うの、はい、で、エナスさんっていうのはやっぱこういう球も得意だったから、はい、ファンね、でちょっと投げ方教えてやってくれと、頭下げれる人なんだ、で、自分が全部知ってるとかじゃなくて、はい、柔軟性があるんだ。で、俺も楽天久米島にさ、見に行った時に、はい、野村さんに挨拶してちょっとうろうろしながら見てて、まあ飛行機の時間になったから帰ったんだよ、はい、で、マネージャーは元横浜の人間だったから電話かかってきて、はい、湯沢さん今どこにいますって言うから、はい、どうしたって言ったら、いや野村監督が探してるんですけどって、いやもう俺帰ったよって言ったら、そうなんですかって、どうしたんだって言ったら、はい、いや野村監督はちょっと選手集めるから走塁についてを語ってくれないかって。あ、この人柔軟性あるなと思ったよ。でコーチもいるんだよ、はい、いるんだけど、でも盗塁が得意なのか、はい、走塁が得意なのか、でも守備走塁コーチって守備が上手くて走塁が下手なやつもいるわけよ中には。いやだから、まあスーパーカートリオで走ったりとかもしてたから、で、野村さんの目の前でホームスチールとかも決めてるわけよ、はい、そういうことを野村さんは覚えてるんだよね。だからそういう走塁を教えてやってほしいって、ちょっと豊さん探してたんですけどって、もう帰ったんですかって言われて、いやでも残念なことでした、それはね。でも野村さんのその柔軟性っていうのはやっぱすごいなっていうふうには感じた。いやだから名将っていう人はやっぱ勝った人だよね。やっぱ勝てなかった人、惜しかったっていう人はやっぱ名将ではないと。育てる監督もいたね。選手、まあ、例えばその関根さんなんていうのは、はい、やっぱ勝負ができないチームを受け持ち、はい、まあ、ヤクルトもそうだよね、太陽もそうだったんだけど、ちょっと底上げをしたい若手を、うん、だから逆風に立ち向かえる人、そういう監督だった人たちもいる。でもそういう人たちもある程度
あの選手を育てで勝負するときには監督を変えられというさ、あだからずっと逆風なんだけど、でも選手はすごく感謝してる選手はたくさんいると思う、あの監督だから俺は育ったという、まあそういう監督もいるよ、ただやっぱ勝負ということを考えるとやっぱ勝った人たちがやっぱ名将だよ、ああ、ね、まあその中でやっぱ称えられるのは川上さんだよね、V 級だもん、9連覇だよ、とんでもないっすよね、とんでもないよ、V 級はすごいっすよ、今じゃもうないんじゃないですか、長丁場もそうだし、長丁場で日本シリーズも勝つんだから、いやすごいっすね、なあ、なんか言えよ